それでは櫓の下の皆様もちょっと輪の整理をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、ココナッツです。白い白線沿いに隣同士手をつないでいただいて上手に輪を作っていただければ幸いでございます。また櫓の上で踊りたいという方はどうぞお上りください。未就学児のお子様は保護者の責任でお願いいたします。準備の方いかがでしょうか。はい、整ったようでございます。それでは参考節よろしくお願いいたします。またちょっと映してみたいなと思います。だけでもね、無事になんとか撮影録画できればなと思ってます。やってますけどね。こうやってある程度この映すところを工夫して6分割である9分割のこういったグリッドを目印にして撮ってやるといいですね。これはハンディカメラであれ高級コンテンツだろうがデジタル一眼レフだろうがあまり変わらないんですね。ここの9分割線とか、3分割線をどううまく使うかなんですよね。結構これが大事なんですね。傾いてるのもちょっとしたことだよ、はい、ありがとうございます、ね。もう一回担当部署よろしくお願いいたします。
あれじゃない、とりあえずこれが終わってからということになりますけど、
あれですね、先ほど言ってた高校期ですね。はい、ありがとうございました。はい、終わりましたね。東京五輪音頭2020でした。毎回東京五輪音頭2020行きます。大丈夫ですかね。皆さんよろしくお願いしたいと思います。